さあ続いては特集です。中日、横浜、巨人などで活躍し、今シーズンは韓国でプレーしている門倉健投手、彼が現役にこだわり続ける理由とは。現在はビーチサッカーの日本代表としてポルトガルに遠征しているネオスポキャスターの前園さんのレポートです。8月、前園は主催するサッカースクールの遠征でゆかりのある韓国インチョンを訪れた。インチョンは前園が現役最後のプレーをした場所。そのインチョンでプレーする一人のアスリートを訪ねた。同級生とは知らなくて、上だと思ってたんだ。僕はもう全然年下。 SKY バーンズピッチャー門倉健、95年ドラフト2位で中日に入団。フォークボールを武器に移籍したベイスターズで奪三振王のタイトルを獲得。その後メジャーリーグに挑戦するが戦力外を通告され、今年インチョンを拠点とする SKY バーンズに入団した。韓国は北京オリンピックで金メダルを獲得。 WBC での日本との戦いぶりは強いインパクトを残した。全8球団上位4チームでプレーオフを行う韓国プロ野球は、北京オリンピック以降空前の人気を誇っている。その中で SK は千葉ロッテでコーチ経験を持つキム・ソンウン監督をはじめ、コーチ陣にも日本人が所属。2年連続韓国チャンピオンに輝いている。日本と同等もしくはもう追い越しつつあるかなとは思いますけどね。レベル的にどっちが上とか下とかに言ってると本当に怒られますね。前園と門倉は73年生まれの同級生。共に韓国を選んだアスリートとして話を聞いた。韓国の生活っていうのはもう慣れました？だいぶ慣れましたね。で、まあ、食事の面とか、結構日本でも韓国料理とか食べてたんで、もう全然違和感なく、入れましたね。観光客に入ってどういう印象を受けましたか？まあもう一言で言ったら本当にレベルが高い、自分の中でこうちょっとバカにしてた部分があったんですけど、すごいいい経験になってるなって思ってますね。自分のその野球人生っていうのをなんかこう先を考えたりとか、することやっぱりありますか？今はないですね。今は本当に現役に本当にこだわりたいし、みんなになんかこういろんな野球があるんだよっていうのを本当に伝えたいですよね。でもやりたくないですか、まだ現役で。もう見てるとやっぱやりたくなるんですよね。半年ぐらい悩んだんですけど、決断してからその自分がこのやりたい方向性っていうのがこうはっきり見えてきたんで、もうすっきりしたんですけど、何年も逆にこっちでやりたいって、今の心境、もっともっと長いスパンでこっちで やりたいなって、思ってます。解説の時に どんな気持ち？もう最初はもう違和感ありすぎて、そう思ってたら、そんなこと聞くなよとか思うことが分かるし。深夜まで同級生の語らいは続いた。韓国野球の厳しさ、それは遠征で垣間見えた。バスで帰ったら朝ですよね。朝っていうかよ、そうだ、朝5時、4時半とか5時ぐらい。韓国では移動は全てバス。この日の試合後、チームはインチョンに6時間かけて戻る。練習中に明日の先発を告げられた門倉は先に戻ることになった。バスで着替えを始めた門倉。韓国ではビジターチーム用のロッカールームがない。バッグも通路に置いたままだ。やっぱ日本とはだいぶ違いますね。結構過酷。電車とタクシーを乗り継ぐことをおよそ3時間。やった、お邪魔します。はい、娘の写真を眺めながら、もう1日1回は話すようにもしてるし、
なんだかんだちょっとずつは、うん、日本の食べ物とか、うん、もう持ってきてもらったりとか持ってきたりとかして、うちのかみさんが作るカレーはもう本当に美味しい。ちょっと今離れちゃってますけどね。それは寂しいですよね、うん、嫁命だからね。もう一回言っておきましょう。嫁命だから恥ずかしいけど本当疲れた今日も娘さんと電話したんですか？うん、朝今日パパ投げるよっつったら、いやパパも頑張ってね、負けないでねリオも学校頑張るから。この日の相手は首位のキアタイガース。2位の SK にとっては大事な試合だ。初回ランナーを一塁に置き4番を迎える。変化球を狙い打たれた。さらに初回3失点。癖がちょっと出ちゃったみたいで、みんながそれを見られて結局ホームラン2発。直後にベンチ裏で即席ミーティング。2回以降立ち直った門倉、粘りのピッチングを見せる。しかし6回、痛恨のホームラン。門倉はこの回で降板し、 SK は敗れた。悔しいというか、試合に勝ってればもっともっと充実感があったと思うんだけど、ちょっと韓国で慣れてきたような感じで、徐々に良くなっていくと思います。やってみるでしょう。이번에가토프라선케빈가토프라선수가와가지고맨처음에이제조금적응하는시간이필요했었는데지금많이적응이되었고점점좋아지는기량을보여줬기때문에뭐9월26일레귤러시즌이終了し SK は2位でプレーオフ進出。カドクラは1年目8勝を挙げ、現在韓国チャンピオンを目指し戦いは続いている。逃げ出したいと思います。でもまあさっき言ったように野球は好きなんです。大好きで野球しかできないから、だから続けられる。結局そこ。懐かしい顎でしたね。そうですね。前園さんと同い年とはね、意外でしたね。意外でしたね。私はね、横浜で一緒に、ね、戦ったんですけど、はい、10勝を挙げてチームにすごい貢献してくれたんですよ。ただ、ね、それ以上に本当野球大好き。今ね、VTR でおっしゃってました。チームがね、休みの時も練習に出てきて、はい、番長三浦と一緒に練習してたんですよね。横浜、巨人、韓国、はい、単身赴任がずっと続いてるんですけど、はい、日本人コーチなどもいましたんで ね、 そうですね、環境はある程度整ってるのかなと思いました。表情がすごく良かったですね、はい、でお嫁さん命、ね、野球大好きなども分かりましたけど、愛妻家なども素敵です ね、 ね、またこれ前園さんも刺激を受けたかもしれないですね。ミッツサッカーで、ね、日本代表として、ね、期待かかってますからね、はい、さあ続いてはメジャーリーグです。